はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は先ほど、テキーラ飲んだを終わり、やったんですが、はい、日本酒。ちょっと見づらいかもしれない。本醸造市島。これは市島酒造の、本醸造酒ですね。こちらが、市島酒造。というのは、まあ、僕の、柴田のね、これは、市島なんで、あれか、黄門カップの以前飲んだところですね。うん。こちらがですね、300ml 入りのお酒です。アルコール度数が15度。味わいが淡麗辛口。喉越し軽快な味わいで飲むほどに切れ味よく、冷やから缶まで楽しめます。だそうです。ちゃんとこういうとこに書いてあるのがいいですね。じゃあ飲んでいきたいと思います。うん。市島酒造は基本的に黄門が有名というか、それ以外ほぼ飲んだことないので、これはなかなか。それで乾杯。うん。うん。あのね、何か、うん、淡麗、辛口、普通に甘いけどね。普通に甘い。うん。普通に甘い。ですが。甘さがあり、うまさもあり、ただし、コクがない。もう逆にこう、すっとこう、甘いのかなんか、甘いんだけど、こう、すっと消えるんですよね。うん。辛口、うん。確かに辛口だ。うん。うん。これは、辛口、淡麗。うん。これはまさに辛口淡麗という。いう感じなんだけど、なんていうかな、今まで飲んできた辛口、淡麗の、まあ辛口の酒に比べると、さらにキリッとしてるんだけど甘い、みたいな。うん。甘いようで辛い。うん。コクがあるようなんだけどないな。
口当たりが非常に、ブワッといきなり来て、シュンって消えるみたいな。そんな感じですね。だからコクは多分ないです。うん。だけどしっかり甘さもあり。うん。しっかり甘さもあり。日本酒とかプラス 8! プラス 8! 日本酒とプラス8かよ、これ。マジで。プラス8って、あれよか高いじゃん。腰の完売よか。腰の完売確かにプラス7だったな。プラス8だ、ほんとに。うわ、そう考えてたもんと、すっげえ確かにこれは辛いな。確かに。これは辛いぞ。今更ながら。思うけど。これは辛いぞ。そう考えるとすごい辛く感じるな。大体がしてね、この市島酒造はですね、かなり辛口が多い。吟醸の市島はですね、プラス11です。でも大吟醸はプラス6ですね。へぇ。すげえな。確かに黄門カップ自体かなり辛口で淡麗だなと思ったんですけど。ただ、辛いというよりは、別に辛くはないな。ただ甘いってほどでもないし、淡麗ってのはよくわかりますね。非常に、すっきりしてて、もう残りがない。なんか口に残ってこない。へばりついてこない。っていうのかな。香りとかが、こう、ジュキュッとも消えるみたいな。うん。これは、黄門カップ。黄門カップもうまかったよな。ジュキュッと消える。ここまで潔のいいこの、淡麗なのは、なかなか、しかも甘口っていうか甘さがあり、の、超辛口あるでしょ。五種の影虎のね。あれはもう最初から、甘くないんですよ。だけど、これはしっかり甘さがあり、甘さが感じられる、うまさも感じられるんだけど、一気にジュキュッともう残らない。何も残らないこの潔さ。あれですよ。立つ鳥、後を濁さずってやつ。どうや。うまいこと言った。ね。あれです、まさに。で、これを、熱燗で飲みたいんだけど、うん、ちょっと水がないので水を取りに行こうか。うん。ただ香りはない、香りはほとんどないね。うん。うん。ほとんどない。で、酸味もあんまりないけど、若干あるな。若干、やっぱり淡麗、辛口の酒って結構酸っぱめなんですけど。でも、これはそこまで酸っぱくないですね。うん。あれに比べると。超辛口。
に比べると、全然酸っぱくはないですね。うん。酸味はだいぶ抑えられてる。うん。そういえば、サンドとかいうのあれがあったな。まあ、サンドまで書かなくていいだろう。うん。これは酸味もない。酸味もなく、香りもない。ただし甘さはある、はある。だよな。うん。甘さはしっかり、あるはある。うん。あ、なんかどこぞやのブログに、柴田の酒の陣の2012年バージョンがある。去年のやつだ。去年の、市島酒造。あ、若干違うね、やっぱラインナップがね。てか、黄門の清酒なんてあったの？これ本醸造なんですけど、もう一ランク、下のやつですね。多分、黄門カップと同じだとは思うんですけど。それだったら、まあ、黄門カップと同じだったら別にいいか。うん、やっぱ、ああいう会場に行ってね、飲むのとのね、全くこう、家で飲んだ方が絶対わかるよね。この、味が。絶対。絶対的に、あの、こっちの方が味がね、こう、いろいろ、ああいうとこで飲むと、舌が狂うっていうか、ね、やっぱりわちゃわちゃしてるじゃないですか。だからちょっと、ね。うん。うん。やっぱ全然、この、立つ鳥、跡を汚さず、怪我さず、濁さず。ん？ちょっとわかんないけど。ね、それですね。もう全然、久保田とかマジ、笑わしてくれるわ。本当に。バカかよ。何？辛口？久保田とかマジで。またちょっと、あれだけども。全然こっちの方がうまいっすよ。久保田よか。あんな何の面白くもない。いわゆる超平凡な、なんか、高校生のあの、テストで、5教科、250点の50点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 みたいな。アホみたいなやつよか。あれ、ね。0点0点0点200点、あ、100点100点の方がいいでしょ。ね。そう思いませんか？ね。例えばですよ。まあ、6教科あったとして0点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 のやつはまあダメとして、50点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 のやつと、0点、0点、0点、100点、100点、100点のやつだったら、どっちが、あの、可能性秘めてるかっていうと、ね、天才か、天才肌かっていうと、やっぱ100点、100点、100点でしょ。うん。やっぱ何かしら得意の、得意っていうかな、何かしら特徴的なやつはやっぱり、いいよね。仕事の上でもね。仕事とかね、する上でも。何らかの、ちょっとこっちはダメだけど、ここはまるでダメだけど、こっちにやると、すげえとか、すげえ働くとか。ね。そういうのあった方がやっぱり、ね、全体的に平凡、よか、全然いいでしょ。とは思いますけど。それですね。まあ、とりあえず、あれ、お湯。
言い忘れてたんですが、なんと忘年会で俺、当たりました。じゃーん。ティファールの、なんか、4点鍋セットみたいな、フライパンセットみたいな。で、アマゾンでググったところによると、9200なんぼでした。ね、こちら、当たりましてですね。ただで、忘年会ただで行って、まあ、俺らただだったんですけど、無料で行き、で、土産の饅頭までもらい、部屋になんか備え付けられてた饅頭があって、12個ぐらい入ってた饅頭。温泉饅頭みたいな。ね。で、温泉に3回入り、3度入り。で、まあ、飯はまあ、夜、晩飯はまあ、あれだったけど。酒飲み。とりあえず飲みたいだけ飲み。で、まあ、泊まりだったんですけどね。酒飲んで泊まって、朝帰ったんですけどね。で、朝飯はバイキングで、まあ、いろいろ食って、まあ、あんま食えなかったですけど。ああ結局ね、深夜4時ぐらいまで起きてましたからね。寝れなくて、まあ寝れなかったんです。なんで4時ぐらいまで起きてたんですけど。まあ、まあそんなこんなでね。で、抽選にも当たり、全員でね、忘年会150人近く参加したみたいですけど、だいたい30人ぐらいかな、商品が当たったっぽいです。うん。で、俺のは、割といいの当たったんじゃない？ 1 万円近いやつだからね。ネスカフェバリスタとかもありましたけど、それは、ググったら7000円ぐらいで買えるっぽいでね。あれはね、だから、割といいの当たったんじゃねえかと思ってね。うん。まあ、他にペア宿泊券とか。まあ、そっちの方が値段的にはいいんでしょうけど。まあね。まあでも、うん。個人的に商品券とかが一番良かったな。当たるとしたらな。まあ、現金かな。現金1万円が一番良かったな。で、ティファールに関しては、どうしようかな。売ろうかなと考えてます。まあ、別にフライパンなんて使わないですから。まあ、実家暮らしですからね。別に使わないんで。うん。売りたいと思います。ただ、ろくでもねえ金で売れたりするんで、ホビーオフ違う。ね。オフハウスか。あれとか、ろくでもないですからね。値段的に。その可能性があるんで、1000円とかで売れる可能性を考えて、まあ、1000円とかで売れたらちょっと、さすがに、嫌なんだよ。
通に。まあ、実家で使おうかな。ほんと、ホビーオフじゃないけど、そこら辺のハードオフとかログでもない値段で買うらしいですか。あそこら辺は。ね。あまり期待はできない。ですけどね。まあ俺基本的に、あんまりそういったところは売らないんで、わかんないんですけど。まあ、ゲームソフトとかね、全然売らないですからね。はい。ゲームソフトとか、基本的にこう、クソゲーを当たる、クソゲーを買うっていうことはしないですか。まあ、まあ、100円とか以外に。基本的に定価で買うってことがないんで、ゲームを。ゲームをこう、定価で買うということをほぼしないんで。もうしたとしたらもうそれがもう、確実に神ゲーだと分かっているようなの、もしくは、もうそれがクソゲーでも、別に構わない的な。ぐらい好きなゲーム。例えるならば、スターオーシャン4とか。まあ結局買ってないですけど、だいたいプレス3自体持ってないっていう。プレス3、今度買いたいんですけどね。地球防衛軍4とか。そこら辺ですかね。俺が大好きなシリーズで、もう絶対欲しいみたいな、ゲーム。もうそれ以外は基本的にもう、Amazon とかで評価で見て、クソゲーだったら買わない。的な感じで。しますけども。なんか歯に挟まったな。すごいさっきから。歯に挟まったような気がするんだけど。気のせい？でもね、この市島、本醸造市島。やっぱりね、本醸造酒の、いわゆる一般的ななんか、日本酒の味が非常にします。確かにキレとかはいいんだけど、やっぱり最初のこの香りとか味っていうのが、若干、もう一般的な普通酒のこう、ブワッと、この米のなんか、ね？あれに非常に似てるんで、なんかあんまり、これが嫌いなんですよね、この味。いわゆる、ワンカップ大関みたいな。ああいう味が嫌いなんですよ、俺。日本酒で。その味が非常に強い。ですね。さて、熱燗が出来上がったので、あっち。そうそう、最近ね、関係ないですけど、また関係ない話しますが、歯医者行ったんですよ。
なんかね、走ったりするとね、振動でですね、歯がね、奥歯がなんか、違和感がこう、ズキズキと痛むっていうか、違和感がしたんで、ね、行ったんです。それでは乾杯。乾杯。ああ。やっぱ微妙だな、これもな。確かにワンカップ大関とか若干違うのはわかるんだけどな。まあ、行ったんですよ。で、虫歯だろうなと思って行ったら、虫歯じゃなかった。何かっつうと、俺ですね、歯並びがどうやら悪かったらしくて、奥歯の一本だけ。一本ってか上下、二本か。上下で二本ね。が悪くてですね、どうやらですね、いわゆる互い違いになってて、噛めば噛むほどどんどんずれていく。互い違いなんで、若干こう互い違いに入ってて、それでどんどん噛めば噛むほど、お互いがどんどんずれていくみたいな感じになってですね。すっげーずれてるんですよ。一本だけ。異常なほど、ゴガって。歯の半分ぐらいずれてる。半分ぐらいの、ずれてるんですよ。ボコって。で、どうやらそれが原因でですね。なんか、ずれたことによって、中の、生えてる部分の、歯の根元の、なんか、歯の膜みたいなのがあるらしいんですけど、歯と歯茎の間に膜があるらしいんですけど、それがなんか炎症を起こしてるとか、言われて。で、うん。そんで、まあ、こう、噛めば噛むほどどんどんずれていくんで、いわゆるその、接点の部分を削ったんですよ。削りの、ね、もったいないけど、抜いてもいいんだけどね。でも、親知らずじゃないからね、親知らずよか一歩手前の奥歯なんですけど。そこなんで、抜くって言ったら、ねえと、ちょっとあれだなって、いうことなんで、まあ、削りの、嫁ぎので、まあ、そういった感じです。うん。で、まあ、まだ、2回歯医者行ったんですけど、まだあれですね。ちょっと、炎症が収まってないんで、薬ももらったんですけど、特に、収まってない感じになってね。まあ、どうなんでしょうかっていう感じでした。はい。ということで、どうでもよかった。そうですね。今回。まあ。これはコクはほぼないでしょう。一つ星でもいいぐらい。二つ星でいいか。甘みも二つ星。香りも二つ星。かな。んで、おすすめ度としては、まあ、これを高くしてもちょっとしょうがないでしょう。正直。これを高くしたとして、俺自身が喜ぶかどうかっていうと、喜ばない。日本市場がプラス8。で、コクが二つ星、甘みも二つ星、香りも二つ星。まあ、どれもこれも大してないっていうのは逆に言うと短麗なんですけど、まあ、若干最初の方にね、甘みがなんか、ぶわっとくるんで、なんか、その甘みがちょっと俺嫌いなんですよね。日本酒の独特の、ワンカップ大関みたいな。
味が嫌なんで、まあおすすめ度はあんだけ言っても、まあ三つ星にさせてもらいます。うん。まあこれはね、後の布石ですね。これは。この本醸造酒がね、このぐらいじゃないとちょっと、ねえと。あれはちょっと、ねえ。こんぐらいにしとかないと、ちょっとあれはちょっと飲めないでしょと。うん。ということで、ね。それではご視聴ありがとうございました。